謎の美少女トランプ仮面クローバーアミ参上。同じくスペードマミ参上。やよっち、負けたら1枚抜くんだからね。何それ、負けるたびに抜いてたら風邪ひいちゃうよ。兄ちゃん、ゲームにラスクはつきものっしょ。じゃ、誰かが負けたら兄ちゃんが一枚脱ぐってことで。はーい。じゃあやよいち、遊び方教えてあげるから3人でやろっか。だし、年下の2人には負けません。ずるい、なんで私ばっかりこんなにカードあるの。別にずるくないっしょ。最初は同じ枚数だったんだし。ただ、弥生一致が全然出せてないだけで。それじゃあ6、7、8、9のスペードね。やよいっち、出せる？どういう組み合わせが出せるのかわかんないよ。プロデューサー。いっぺんに言われてもよくわかりません。パス。ボイジャバを流してこん。はい、1枚エースだけど、弥生っち一番強い2持ってる？2なんて最初に使っちゃったよ。プロデューサー、なんで2が一番強いんですか？わかってないな、弥生っち。おにゃの子の胸は2個なんだ。2が一番強いに決まってるしん。そんなこと言われても、プロデューサー、考えすぎて頭がポッポしてきました。
ちょっとでしたけど、ひんやりしました。結局大貧民になっちゃいました。うちも貧乏なのに、ゲームの中でまで。まだまだだのうやよ、イッチ。ゲームに命かけてる亜美たちに挑むのは100億年早かったようじゃな。ちょっとは駆け引きを覚えないとね。じゃ、スペードマミはくるっと去るぜ。バイバイピー。ですね、新人にはなれましたけど、私まだまだかなーって。